のドニエプロペトロフスク州という名の方がよく使用されている。ドニュプロペトローシク州は、ウクライナの中央、ドニュプロ側の中流に位置している。東は、ドネツク州、南は、ザポリージャ州とヘルソニ州、西は、ムイコライユ州とキロボフラード州、北は、ポルターバ州とハルキウ州接している。ドニュプロペトローシク州は、 ドニュプロ川によって、ウ岸ンと砂岩に区分される。前者はにドニプロ高地、後者は草原に追われたドニュプロ低地を占めている。ドニュプロ高地は南方に進むにつれて、国海低地に変化している。一方、ドニュプロ低地の東南部には、アゾフ海低地が拡大している。ドニュプロペトロー宿州全体は、数多くの深川と谷に刻まれている。一番大きな河川は、 ドニュプロ川であり、それに次ぐオリーリー川、サマーラ川、ボーチャ川、バザウルーク川、モークラスウラ川、インフレーツ川、サクサハーニ川などは、ドニュプロ川の支流である。その他に、ドニュプロペトロー宿州には、約100のため池と1400の自然池が存在している。気候は、大陸性気候である。1月の平均気温は、マイナス5、7月の、 平均気温は22となっている。平均降水量は4 5 0ト、mm、ルである。ドニュプロペトローシク州には石炭、石油、天然ガス、香りナイトなどの資源がある。市域におけるコサックの会議。シアポーストロベビリノヒールシクベルヒーウツェベ、ベルフニョドニプローシクポクロフクルイビーイリーフ上ウち、ボディスイネエリヌイコベゼレノドーリシクテルニーウカ。 カーミアンシケドニプロニーコポリノボモスコウシク、パウロフラードピドホロードネプヤティハートキペレジチェープイネ、ペルショトラーベンシクマールハネツィ2001年、ウクライナ国勢調査によるデータ。ロシア帝国時代、ソ連時代にドニュプロペトロウシク州の地域が重工業地帯となっていたため、文化的価値を有する場所は少ない。観光の対象になっているのは草原の風景。 遊牧民の墓地、慰霊碑、コサックの合戦のバ跡トなどである。ありがとうございます。